海神社は、兵庫県神戸市垂水区宮本町に鎮座する神社。式内社で、旧社格は、官平中社。岩神社、つぶざ、天照神社と共に、はりま三大社とされる。わた神社とも表記され、海神社とも読まれる。古くは、天神社、垂水神社、日向大明神、伊佐い大明神。わたの読みは、 元とりのりながの説に基づき明治4年に採用したものである。はり国官兵中社会神社誌では、これへの通り甘もしくは、たるみと読むべきであるとしている。たるみの読みは、祭人の本来の名称が、たるみ神であったことによるものである。甘は、当社が、海寺家の氏神であったことによる。わたつみ三座として、以下の御柱を主祭神とし、大昼目君ことを廃止する。 社殿によると、神宮皇后が、三冠性抜からの木と、当地の海上で、暴風雨が起こって、船が進めなくなったため、皇后が渡墨三神を祀ると暴風雨が収まり、その縁でこの地に、渡墨三神を祀る社殿を建てたのが、始まりという。日本書紀に記される、広田神社、生田神社、長田神社、住吉大社創建の記述とほぼ同様であるが、 日本初期の当該箇所に海神社に関する記述はない。文献に現れる最も古い記述は、大道元年の新章各直不祥にあるハリマ赤子たるみ神に神不孤十個を寄進するという記述。当初は海上交通の用地であることから、古くから海上鎮護の神として数形を受けた。演技式神明朝では、ハリマ国赤子軍会神社三座と記載され、 明神大社に列している。中世以降、戦乱等のために社罪が衰えるが、天正11年に、豊臣秀吉が、紀頭領として、垂水号山内の山林を寄進、江戸時代にも、歴代赤市藩主が厚く数形し、毎年2月に参拝するのを通例としていた。江戸時代の初頭より、日向大明神と呼ばれていたが、明治4年に、国兵中車に、列格した際に、 海神社にまた称した。明治30年に、官兵中車に昇格した。西宮神社と同じく恵比寿は、海の神でもあるため毎年1月10日の前後の3日間、行われる。平成18年まで、毎年7月に行われる夏祭りで、放納花火大会が開催されていたが、翌年以降夏祭りはこれまで通り開催されるものの、放納花火大会は開催されなくなった。 平成13年に起きた、明石花火大会歩道橋事故が少なからず、影響している。ありがとうございます。